試合開始に先立ちまして両校校歌の斉唱を行います。まずはじめに関西学院大学校歌の斉唱です。まもなくキックオフです。動員の方はボードを下ろしてください。大学生の日本一を決める今日が決勝戦です。12月11日から
関東6つの会場で熱戦が展開されております第63回全日本大学サッカー選手権大会、いよいよ決勝戦を迎えます。今年はここ味の素フィールド西ヶ丘で決勝戦が行われます。今年の決勝戦の顔ぶれは、今年の夏に行われました総理大臣杯で優勝しまして、この出場権を得ました流通経済大学対関西リーグ3位第3代表として今大会臨んでおります関西学院大学の一戦です。ともにこの決勝の舞台は初めてになります両チームです。試合開始に向けまして、両チームの選手が直前のボール回し、ウォーミングアップを行っているところです。画面の左手、シルバーのユニフォームが流通経済大学、そして右手、青と白のユニフォームが関西学院大学です。両チームともこの決勝に進出するのは初めてですが、準決勝で敗戦を繰り返しました。流通経済大学は5回目の挑戦でこの初めての決勝、一方の関西学院大学は6回目の挑戦で初めて準決勝の壁を破りまして、この決勝に駒を進めてきました。準決勝の壁を越えたもう一つの大きな壁、果たしてどちらがその壁を破ることができるのでしょうか。前半は左にエンドを取りました流通経済大学、2年連続9回目の出場です。一方の右にエンドを取っております関西学院大学、2年連続18回目の出場です。両チームともこれが5試合目のゲームとなります。直前のウォーミングアップも終わりまして、それぞれの場所に集まりまして、円陣が組まれるところ、まずは関西学院大学ゴール裏の試合に出られない部員に向かって、各選手が肩を組みながら今部員が歌っている、その合図に向けて今拍手が沸き起こっております。試合に出られない部員たちの仲間たちの思いも込めて、今日試合に出る選手たちが今円陣を組みまして気合を入れます。一方の流通経済大学、円陣が解かれまして各選手ハイタッチを行って気合を入れます。流通経済大学の後ろゴール裏にもたくさんのこの部員、全部で234人いますが、その試合に出られない部員たちの思いも込めて大きな声援が起こっております。まもなく前半45分が始まります。まず前半は関西学院大学のキックオフで試合が始まります。63回の歴史を数えますインカレの今年の決勝、どちらが初優勝、新たな歴史に名を残すのでしょうか。昨年までは国立競技場で決勝戦が行われていましたが、改修工事に入りまして今大会はここ味の素フィールド西ヶ丘で行われます。大学サッカーの聖地と言ってもいいでしょう。この西ヶ丘での決勝、新たな歴史の1ページが幕を開けます。まもなく前半45分が始まります。試合開始に向けまして
それぞれの選手が集中、靴ひもを結び直している選手もいます。いろんな形でこの試合直前を迎えていますが、まもなく始まるキックオフの笛が鳴るに向けて、その気合を各選手が高めています。たくさんの人が入りました味の素フィールド西が丘。主審の榎本さんの笛が今鳴りまして、今前半45分が始まりました。関西学院大学のキックオフで始まっております。左から右に攻めますのがシルバーのユニフォーム、流通経済大学、そして右から左に攻めますのが青と白のユニフォーム、関西学院大学です。スローインになりまして、流通経済大学ボールを入れます。中盤での競り合い、跳ね返っていたところ詰めていきます江坂ですが、ここはボール、技術がクリアします。クリアボールを拾って小技から一旦戻し、鈴木左サイドから展開するがボールをカットする原口、一旦後ろに戻します。井筒のロングフィード、左サイドに上がっています小畑ですが、ここはタッチに逃れました田上です。スローインになりまして、関西学院大学ボールを入れます。キャプテンマークをつけます福森、福森から左サイド抜けていきます。ゴールラインを割りましてコーナーキックになります。前半1本目のコーナーキックになります関西学院大学。あとこれはゴールキックになったようです。ゴールライン割ってゴールキックに変わります。それでは両チームの決勝戦メンバーをご紹介いたします。まずは流通経済大学です。ゴールキーパー1番中島、ディフェンダー2番湯沢、18番今津、3番田上、4番鈴木、ミッドフィルダー27番塚川、25番小発、7番森安、29番渡辺新太、13番山岸、フォワード20番江坂です。控え選手ゴールキーパー21番吉田、ディフェンダー17番真鍋、24番石田、ミッドフィルダー9番中村、23番森永、フォワード19番ジャーメイン、34番星野です。一方の関西学院大学です。ゴールキーパー21番村下、ディフェンダー23番原口、5番前川、3番井筒、4番福森、ミッドフィルダー14番福富、18番小野、11番森、26番池田、10番小畑、フォワード13番小屋です。控え選手ゴールキーパー22番上田、ディフェンダー2番堀尾、15番岡山、ミッドフィルダー7番泉、8番浅香、9番出岡、20番武田となっています。なおこの試合の審判は主審榎本和義、副審岩田博義、藤沢達也、第4の審判酒井達也、以上4試で行われています。前半の3分が経過しております。流通経済大学関学陣内に攻め込んでいます。ボールを入れて中村、渡辺が受けてクロスを上げていきますが、ヘディング、もう一度滑てシュートを打つ、相手に当たってもう一度琉球が拾う。ここは関学前にボールを送ります。ゴールキーパー中島、中島のキックから上げていきますが
ファウルがありました。関西学院大学のフリーキックです。スローインになりました。感覚のスローイン、原口ヘッドの競り合いになって押し上げていきますが、押し返す、タッチ終わりました。ボールを入れます原口です。鈴木がボールを前に上げていきますが、これはタッチラインを割っています。スローインになります。深い位置からのスローインになります。関西学院大学あとファウルがありました。カンガルの選手が倒れています。18番の小野です。フリーキック戦にスタートされております。左に展開する福森、中央にボールを詰めていく小屋ですが、さあここからゴールキーパーの中島が抑えています。今大会ここまで3ゴールを挙げております小屋、準決勝では1ゴール1アシストを決めています。スローインになります。関西学院大学ここはゴールキーパーの中島にボールを戻しました。ゴールマウス流通経済大学のゴールマウスを守ります中島、1回戦からすべて今大会先発、今日もゴールマウスを守って、そのキックから江坂のシュート、クロスバーの上を越えていきました。ゴールキックになります。前半の6分経過しております。関西学院大学この大会初めての決勝進出、全国の大学が見て今年の関西学院は今までで最もいいチームだというふうに言われております。今大会初めてこの決勝に残ってきました。ゴール裏に見えます初志貫徹、ここまでチームを作り上げるのにもかなり苦労はしたと思いますが、さあその掲げられるスローガンにどのようにこのピッチで表現をするのでしょうか。関西学院大学も今日が5試合目になります。ボールを持ちます10番の小畑、タッチを割っています。スローインは流通経済大学、ボールを入れます湯沢、深いところコーナーアーク、ここはボールを奪った福森、最後は相手に当たってタッチを割っています。スローインになります関西学院、ゴールキックになります、失礼しました、ゴールキックに変わります。関西学院大学ゴールマウスを守ります村下、琉球の中島と同じ1回戦からすべて先発出場、感覚の守護神としてこのゴールマウスを守っています。ここは福森が上げていきますが、琉球オフサイドフラクテーションがかかっています。フリーキックに変わります関西学院大学、ボールキープしています井筒、そして今日初スタメンの小野、小野から右に展開します森、縦に送って原口、クロス上げていく、ここは小屋には通らないが、さあゴール前シュートを打っていく、池田のシュート、最後は相手の選手に当たったでしょうか、ゴールライン割っています、コーナーキック、
コーナーキックになります。前半2本目のコーナーキック、関西学院大学。1本目は左サイドからでした。今回は右サイドから。左サイドからは右サイドからのキック、ディフェンダーの井筒のキック、巻いてきました。ヘッドで返していく。もう一度伝えていきます。井筒ですが、これはゴールキーパー。あー、しかしクリアしていく。一旦戻します。もう一度ボールをキープする関西学院。つないでいく、ゴール前。しかしここは龍慶がボールを拾ってクリアします。最後は湯沢のクリア。ここはゴールキーパーです。ゴールキーパーの村下です。前半まもなく10分になろうというところです。タッチを割りました。